皆さんこんにちは。ピアニストでスタインウェイアーティストの金子美宇治です。さあ今ここで何が行われたか分かりますか？実はこのピアノはスタインウェイのスピーリオという楽器で自動演奏機能がついています。で今ご覧いただいてお聴きいただいたのはなんと僕自身が内蔵曲として入れている連弾の作品、ブラームスのハンガリー舞曲第5番だったんですが、なんとなんとこの自動演奏付きのピアノスピーリオでは今やったようにですね、ピアノの内蔵曲と合わせて生演奏での連弾が可能になりました。皆さんも機会があったら僕とスピーリオを通して連弾してみませんか？このピアノの中には様々なアーティスト、そしてジャンルの音楽の内蔵曲もたくさんたくさん詰まっておりまして、ちゃんとしたピアノの音色で生の演奏家のように、その音楽をこの場で楽しむことができます。そういった体験もぜひしてみてください。